はい、どうも、ぐっさんです。それでは FF14、続きやっていこうと思います。ちょっとね、前回から、多少ちょっと移動して、クエストの、イベントの手前ぐらいまで、移動させてます。はい、で、今回のクエストはですね、これか。幼い老犬。老犬ですね。老犬を救え。これですね。腹をすかせた子犬に綺麗な骨を使う。これか。はい。どうぞ。OK。これでどうすんの？これで同性と、この後。なだめる。ああ、なだめるな。なだめるをやればいいな。で、OK かな？ OK。じゃあ戻りますか。とりあえずそれだけ取っといて、ふむふむ、この子がルコンタイに言っていた子犬かい。先ほど商人のルコンタイが来て、ね、実験についていろいろと白状していて、随分と反省していたみたいだ。それからいい知らせがあるよ。君たちがルコンタイのところへ行っていた間に、僕たちイエロージャケットが剣の海賊を検挙したのさ。これで一連の騒動も落ち着くだろう。より感謝するよ。おお、終わったか。なるほど。しかしこの子はずいぶんと君に懐いているね。じゃあ君と引き離すのはかわいそうだね。この子は君に預けるのが一番良さそうだね。どうせイエロージャケットの詰め所や勝手に老犬を買うことはできないしね。この子のことよろしく頼んだよ。ウーフパック。はい。じゃあ次の、と行きますか。次は、さっきな、これか、クアールの幼獣、こいつだな。こんなん多いな。か速攻で終わるクエストでしたね。サラサラっと。どうしたんだろう、冒険したスカルバリーのコアルは退治できたのかい。そうか、コアルはもう力つけていたのか。そしてこのコアルが幼獣を残したんだね。老犬たちもほとんどがコアルに殺されている。幼獣を狙っていた老犬がきっと群れの最後の奴らだろう。この一揆に関わった海賊を検挙できたけど、たくさんの血は流れたし、後味は悪い事件だったね。でもこれでコアルと老犬の不毛な争いはようやく収束したそうだ。しそうだ。君の協力あってこそだ。ありがとう。残る問題はこのコアルの幼獣。だよ、この君に懐いて、もうこればっかりだ。かといってこんな小さな命に手をかけるのは心が痛む。猫やん。さっき犬で猫が今度は見た。この子は間違いを犯さないよう君が育ってくれる。で、次のクエストね、何か違うやつしましょうか。東座なら最後の晩餐キャンプトライボン、トライボンって言ってたっけかな。記憶にない。まあ行ってもいいんじゃないですか。それかビスマルクのレストラン行くか、こっちか、まあこう、まあどっちでもいいっちゃいいですけど、どうしようかな。じゃあ最後の晩餐しますか。これですね。トライボーンのキャンプ行きましょう。確かテレポで行けたかな。無理か。どうしよう。あ、いける。知らないですね。クエスト溜まっとることこれ。まあちょっとやっていきますか、クエスト。冒険者さん、仕事を探しているならモングレル退治を引き受けてくれませんか。そうですね、7体ばかりでいいでしょう。やつらは南東付近にウジ虫というの人が意地汚いのかしら。そうっすか。おぼし飯っていうのかな。よし、とりあえずこれは終わったらしい。届けてくれたのね、ありがとう。間に合わなかったことを気にしないでいいわ。この集落はさ、近くに墓地があるせいで、死体だけじゃなくて瀕死の人が運び込まれ置き去りにされる。どんなやつ。彼の場合、親族が駆けつけてくれたんでしょ。見とってもらえたんだから、まだ幸福な方か。まあ確かに見とられへんと無縁では寂しいですよね、やっぱり。証拠のたくましく、キャンプとは今の人を僕たちは仕事を頼みたい。さーて、冒険者さんまだまだ手伝ってもらおうか。墓地近くの集落で売れる商品ってなんだと思う。そりゃあお花ですわね。ここから東にしばらく行ったところにある大きなグルーブの亡骸の近くなら植物が豊富。有災の時に山から降りてきたグルーブがいろんな種を運んできたんでしょうね。そこでアルジクラベンダーを3本。よくわからんけど、とりあえずなんか花取ってくれと言われたんで、まあそれもやりながら、アイレル、エドワード。司祭、アイレル。参拝者の方ではなく冒険者なのですね。でしたら墓地の手入れを手伝ってくれませんか。管理する他の数が古びた供え物の片付け。ここであんた生えたいし、というなんて邪魔で仕方がねえ。教会で死人が増えるなんてお笑いだね。ともかく無料5つぐらい始末してくれと。さらに終わらせますか。やってるんでこっちも、ついでにやっていきますか。これが基本スタンプをやりながら他のクエストにこなしながらまとめてやるのはね、手間のかかる。これではない。古びた備え物。あと1個、2個やったっけ？もうちょっとは。どっかにあるだろう。この辺じゃないか。ああ、この中やもん。この中にあるってことだから。ハイドマンのおかげで病気でも広まろうもんなら葬式の参列者をおっちんじまったら参列者が死んじまった死人も報われねえそのまあ確かにそらそうやなそれはもうはいはいそんなのも回収しましたよ手向けられた守備もいつか片付けねばなりました。死者たちも綺麗な場所で眠りたいはずですから、まあそりゃそうだね。他にもお願いしたいことがありますが、まだまあちょっとずつこなしていくしかないんでしょう。いや、ミニメやリリーの花束を貧者の墓に備えてください。縁者もないらしく花を手向ける者もいないか。まあ無縁仏みたいな感じですかね。裏手の墓を見落としがちなので気をつけてください。なんと冒険者なんだろう。俺妹の墓を作りたいんだ。危険なまま持ち帰るのか。白く輝く石は東の岩場にある。石が取れたら司祭の絵の住むように渡してくれるのか。なるほどね。使いっ走りみたいな。こんなとこに墓作るかみたいな感じ。とりあえずこれで1個終わり。賢者の花。ご苦労様でした。これで死者の魂も少しは慰められる。もともとこの教会の墓地は小さな場所でした。しかし5年、大災害の時多くの遺体を収容したことがきっかけで墓が何倍にも増えたのです。本当に質素な墓地ではあるのですが、貧しい者から埋葬料を取るわけにもいかず、人手はいつも不足しています。ししかし今でもたくさんの方々がご一体を埋葬しに来られ、私たちは墓に花を供える暇もありません。ゆりのない方々、彼らはあなたが代わりにつまり孤独を一時忘れるでしょう。じゃあ次行きますか。世話が焼ける。自分で石を取ってこようとするからよ。俺はあのガキを止めるのかなり苦労したんだぞ。エドワード。あとここで下働きをし埋葬料を稼ぐだけだ。俺が頑張ったが妹も喜ぶ気がしてさ。そりゃそうだな。うん。エスムールもアイレルも優しいから埋葬料はいらないって言われたんだけどな。妹ザルシンのところに送るためにも俺頑張るよか。はい、ポーション。ポーションが欲しいな。はい、ということで、はい、ポーションゲットして、次は、これかな。忘れがた、これか、Nくらい。ガジェットここまで来たらやっと簡単だ。この辺にあるやつ。ああ、素晴らしい。まさに秘宝生命の神秘。温床にした。温床っていうのかな。苗床でいいのか。珍しい植物。我を忘れてしまいました。しかし、こんなにも美しい植物に、古田派の人たちは誰も手入れをしないよう。西の域から濁った湧き水を汲んできてくれますので、はい、湧き水ですね。もうちょっと待ってね。で、今度は水汲み。です。で、あんなとこでわかんない。ボコボコにされるぞ、あんな。よし。こっちからはちょっと無理か。回り込めってな。あれはさすがにちょっと数が多すぎる。濁った水を汲んできてくれたね。うん、汲みましたよ。乾いた土に潤いをもたらすことができます。もしかしたら葉を食べてしまう。百中の卵。次は何でしょう。これか。取り除く。これで OK かな。これで、これで害虫は減るでしょう。しかしまだ臭みがに潜んだサーフィードクラウドがいます。元を絶てば卵をまた産み続けるでしょう。カズケの毒種です。怪しい草もね、これを使って召し上がるすべて駆除してください。い大きい。ご協力ありがとうございます。おかげで植物たちも元気に育つでしょう。私は、森の都、ブリタニアから来たインギリシ。故郷でもこのようなことに植物を見ることはなくなったかな。ブオーブの死、それが新しい命につながる。なんと美しい生命の姿なんでしょう。そうですか。はい、ということで今回の動画はこの辺りで、終わりたいと思います。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。失礼します。